はい、こんにちは、プレです。今日は、来シーズンかな？来シーズンが、そもそも来月の頭ぐらいに来るっていう話で、進んでて。で、来シーズンに、ジャッカルが弱体化されると。弱体化なのか、いまいちよくわかんないけど、どういうふうに変わるかっていうと、この画像を見てほしいんですけど、足跡の、パッチノートには、鮮度とかって書いてあったけど、要するに、足跡の色、つまり時間、足跡はどれぐらい新しいかによって、そのスキャンできる回数が変わるっていう風に、仕様が変わるらしくて、画像の通り、足跡が赤、つまり経過時間が0から15秒の時、ピンが5回。で、この5回っていうのが最初のスキャンした時に出る1回プラス4回っていう感じの5回。っていう感じで、黄色だと4回できたり、緑だと3回。で、青、一番古いやつとかだと、2回しか、スキャン、赤ピンができなくなるっていう仕様に変わるらしいです。で、あと他にもいろいろ壁裏との相性がどうのこうのとか書いてあったけど、それはどうなるかわかんなくて、裏側から足跡がスキャンできない。要するに1階から2階の足跡が見えなくなるみたいな話とか、いろいろジャッカルが弱体化入るらしいんですけど、でも結局ジャッカルってその赤ピンを立てるスキャン機能は確かに強いんですけど、それ以上にこのね C7E っていう武器が強すぎるっていう問題、あとサブ武器にショットガンがあるからある程度の工事だったり落とし度を開けたりとかもできるし、でスモークも持てるっていう、ジャッカルは能力以前に武器が強すぎるんじゃねっていう話なんですよね、結局は。この C7E とかも DPS で考えると CG の中でもトップ3に入るぐらいに強い武器なんで、で、反動もめちゃめちゃ緩くてね、すごい使いやすい武器なんで、初心者にも、ちょっとオペレーターとしては値段高いかもしれないけど、おすすめなんで、そんな最強のジャッカルさんがちょっとだけ弱体化するけど、結局武器が強いから関係ねえんじゃねっていう動画です。本日はそんな感じで、よかったらチャンネル登録と評価よろしくお願いします。それではいつもの動画へどうぞ。
爆弾が見つかった。敵を発見。2階。爆弾を発見した。鼻声ですか。そうですね、喉鼻ともにいかれております。ブリッツライフ。オペレーターは残り1人だ。おお。敵部隊排除。ミッション完了だ。爆弾を見つけた。ポイントを排除。ディフューザー確保。オペレーターは残り1人だ。ディフューザー作動中。何としても守れ。爆弾を発見した。移動して爆弾を解除しろ。逃げた方がいいぞ。ここに痕跡がある。エアジャブ。
するよ。ディフューザーを取り戻せ。